今回はスバチョコルーナで光るならを歌ったんだけど、その今回そのダンス、まあレッスンとかリハとかもあったんですけど、その時になんか確かリハとかが終わって、なんかスバチョコルーナタンで焼肉に行ったんですよね。そう、いや今日も頑張ったでお疲れみたいな感じで焼肉に行ったんですよ、4人で。でその時にスバルがさ、ルーナタンに、そういえば最近ルーナちょっと体力ついたよねみたいな話をしてたの。そしたらルーナタンがドヤ顔で、ああ最近ルーナ鍛えてるのらって言ってて、確かに一曲踊ってハーハーとか、なんかちょっと走っただけでハーハー言わんくなったなって思って、そう、ルーナトレーニングしてるのらって言ってて、でスバルがそれを聞いて、えすごいじゃんルーナみたいなことを言ってて、なんかそれを聞いたルーナタンがめっちゃニコニコなドヤ顔ですごい嬉しそうにしてて、なんかもうそれを見ててもうチョコは、うわスバルーナテーテーなーいいなーみたいな、チョコは幸せすぎてそこら辺の話は全て頭からぶっ飛んじゃって覚えてないんですけどそう、だからルーナタンがね、なんかスバルとか私とかにめっちゃなんか頑張って、いやルーナはこんなトレーニングをしてるのらみたいな感じで語ってたんだけど、いやもうチョコはそのスバルーナのなんかそのルーナさんがその話しながらニコニコしてて、それをなんかスバルがうんうんうんって聞いたりって、すげえじゃんルーナみたいな感じで言ってるやりとりを見てて、もうチョコはそのでお腹いっぱいになっちゃって、いやいい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 って思って頭から抜けちゃいましたね、その話。何のトレーニングだったかあんまり覚えてなくて、だからその工程が定定すぎて何もチョコは覚えてないですけどいいぞって思って、スバルナいいぞ最高っつって、